皆さんおはようございます。膝すりキャンプ軍曹の丸山ひろしでございます。そして今日はですね、はい、きょんちゃんに来ていただいております。やったーやったー。久々かな。久々、はい、久々。今年初ですね。当然だって今年まだ1月だもん。当然だよだよってもうでもサーキット走行自体今年初ですから、ね、あ、そうですね、はい、それ1月だもんだ。そうね、はい、まだ息白いんですが、今日はですね、なんと、うん、きょんちゃんが膝すりキャンプに持ってきたのはこちら。はい、こちらの ZXR250 です。もう30年以上経っているこのマシーン、はい、実は近頃きょんちゃん乗っている愛車として、はい、通勤バイク、そしてちょっとプチツーリングぐらい。プチツーリングね、うんうん、普段はね、はい、あの GSX25R、うん、はい、2気筒のマシーン乗っていたんですが、はい、小鳥ちゃんが乗ってるのを見て、うん、私も4気筒乗りたい乗りたいって言ってた中で、はい、俺うちに ZXR があるんだったら乗ればいいじゃんっていう話になって、うん、ってなったんですよね、その時ね、うん、どうですか4気筒30年前だけどどうですか4気筒だけで言ったら、うん、やっぱり楽しいです。楽しいじゃん。何が楽しい、はい、何が楽しい。いやもうね、高回転でバーって回していくのがすごく楽しいマシンだと思います。音は、音は最高ですよ来たよ。もうね、うん、もうずっと一人でうっとりしてる本当に、そんなですね、はい、近頃この ZXR25、はい、30年以上の前でですね、今日はいつもとは違って、はい、30年前のバイクで膝すりキャンプ、はい、自信のほどは？いや、ただただこかさないかっていう心配が、うんうんうん、一番大きいですけれども、やっぱりここで乗れるっていうドキドキ感は一番ありますね。そうですね、うん、本来はね、サーキットにぴったりなマシンなのよ、はいね、サーキットクローズドコース、はい、一応ストレートはぶん回していいからね。最高出力回転1万5000回転だから回る回転数1万9000回転だからいや回るって言ってもここの直線ね、うん、回して減速してってなんかね、うんうん、できるかどうかっていう。そうね、はい、まあ、回さないと面白くない本当はマシンなんだけど、はい、でもサーキットにはねぴったりで、まさしくこれで攻めてる姿で、はい、本当はトップガン狙ってほしいけどせっかく持ってきたんならトップガン、まあ、ねできれば狙いたいです。出た今日はですね、はい、関西からもトップガン狙ってる人がいるんでね、はい、そうですね、今日猛者だらけですよ。対抗意識燃やしていいと思いますよ素直に、はいはい、ということで、はい、今日はですね ZXR25 でチャレンジするきょんちゃんの膝すりキャンプ、それでは行ってみようか。さあさあ、我々プロのライダーでも必ず、特にウィズビーの、ね、レーシングチームでは、練習前、レース日の朝ランニングをします。滑るようにフォームのチェックをしていきたいと思う。きょんちゃん、はい、きょんちゃん、はい、前に、膝すりキャンプのエア膝は、しっかりとイメージを作ること、体を動かす癖を作ること、それが大事です。ハンドル、ステップ、シート、目線、全てをイメージしてやる。よし、スタートでかい、さあやっそ、もっと滑れ、さあやっそ、よし、右へパンク、さあやっそ。目は、目だけギョロッと向くんじゃなくて、しっかりと顎ごとね、顎、頭ごと向ける、そう。極めてのライディングフォームチェックしてるの。ちゃんの ZXR250 初コースインです。私はあのマシンで肘擦ってますからね、袖ヶ浦で。ノーマルの ZX25R よりは一応タイムをね出してきました、そんだけ足回り、そしてエンジンとね整備してきたマシンなので、マシン的にはね30年前以上とはいえ私がチェックしているので大丈夫かと思いますが、タイヤだけはねちょっと冷えてる状態ではなかなかグリップしないやつなので、
十分に注意して行ってもらいたいと思います。さあ、タイヤがねしっかり温まるまでは寝かせないようにと言ってあります。先と走行ね、そういうもんです。タイヤ温まってなかったら街中でね普段のように走ってる以上寝かすと本当に滑って転びますよ。クローズドコースに行くと何はともあれ寝かそうと思うのは間違いです。タイヤが温まってないと街中の温度のタイヤでは絶対にあんなにマシンを寝かせることがないので、これはねタイヤが温まって初めてなんですけど、今真冬で最もね寒い時期なのでタイヤ温めるのには時間をかけます。さあ、これで1本目の走行終わり。1本目の走行終わったらタイヤも手で触ってねタイヤ温度を確認するように。あれだね、こっち側だけ温まってる。こっち側はちょっと温まってる。でもこっち側だいぶ温まってよ。ああ、本当だね。反対が温まってるでしょ。あ、本当だ、こっち側ね。なんかでもこっちは一緒っぽいな。ギアはだいぶね、ギアはだいぶ良くなってきた。ギアはだいぶ良くなった。もうね、このコンディションの違いね、これを理解しながら走ると転ばなくなってくるから、はい、もうなんかね腰ずらしてちょっと足出したくてしょうがなかったけど、もうめっちゃ我慢しよう。じゃあ OKOK 大丈夫。でもこのタイヤのね温まりをまず勉強して、はい、分かってよかった、はい、ちょっと反対だけやっぱりね反対のフロントだけ温まってないので、あの反対のコーナーはねもうちょっとしっかりやんないと。なんだね、はい、はい、OK、 はい、だいぶ経験値上がりました。リーバンク、はい、そう、上体から先にフッて入ったらダメですよ。しっかり腰を出して落とす、出してから寝かす、出してから寝かす。立ち上がって、はい、そう、もうね反復練習しかないから。さあ、ここはトップガン狙いの京都からの2本目、しっかりとした前傾を取っております。でも今日さすがコウさん、なんかいろいろやっぱり勉強してきてるのか力が抜けてるというか、あの筋トレしましたね、力抜けてるっていうかね、そう、上半身というか肩の力が今日は抜けてていいかもしれない。おはようございますどうなるかな。さあ、京都からやってきたトップガン狙いの男、もう2本目からいい調子で走っております。前傾姿勢、おー、前傾姿勢取ってる、ちゃんとしっかりブレーキ、タイヤを揉んで、でもコーナーはゆっくり、しっかりアクセルを上げて、いいよ。はい、2本目の2周目ストレート、前回そしてしっかりブレーキして、はい、ゆっくり入る、 OK、 そんができてきてましたね。はい、しっかりと、はい、温めもですね上手くなってまいりました。まだ腰は引けております。皆さんも自分が指摘されてると思ってちょっとずつポイントを見極めてってくださいね。まず前回はどっかね体が当たってる部分を感じること、もうちょっと落としなさいよ。ちょっと、まだまだこんな空いてる、ここにここにここに空いて、ここにここ、そうそう、どうじゃないよ、オッケーオッケーオッケー、このぐらいは落とした方がいいよ、ふうじゃないんだよ、はい、あー、そうそうそう、オッケーオッケー、はい、そうそうね、今ね届かなくなった、落としたら開けばいい、外にひねる、自分でこうひねってください。そう、外足とタンクで押さえるんですよ、体を。外足、タンクで押さえる。
が全員が教えに行っております。最後の方で大会を同じ隙間ネクも行ってたり、あ、ほんとあとちょっとだよね、だよね。ただね、面白いのは毎回同じぐらい、綺麗に同じぐらいな。レンジャーいけるかな。あとどうしたらいい、どうしたらいいですか。どうしたらいい。あとスピード上げる。あー、ちょっとそうね、ちょっとねスピードね、スッてるように見えるんだよね。いやいやいや、最後の一周とかめっちゃ俺も吸ったかと思ったら一周シャッて言ったような気がするよね。言いましたよ、言いましたよ。もしくは、ちょっと高いやつ、高いやつを、高いやつ、コウさんのその、ね、こんなに減ってんだよ、こうやって、これ全然違うもんだって多分あとこれつけたら多分間違いなくするもん。すれそうっすよね、絶対する。あのやっぱり一回膝を擦った後のなんか接地感って大事だと思うんですよ、はい、膝を擦った時の感覚、大事だと思うので、一回この新品のねバックセンサーをちょっとコウさんにお借りして、そっからこういう風にねガリガリ擦っていけたらなって思う、はい、本当ですね、まあましてやあのマシンだから今日はもう何もやらかさずに、まあ3本目済んでるのでラストもこのまま何もやらかさないことを祈りながらやっていきたいと思います。はい、楽しんでください。頑張るぞ。さあラスト、きょんちゃんの頑張ってきます。お、にっこりだね、よし楽しんどいで、はい、朝のタイヤ温めからね、今は暖かいので楽しく走れてるようです。さあ4本目、1周目、まだタイヤをね温めてると思います。膝を開き始めました、5周目で。6周目、結構膝を開き始めました。お、吸ったんだね、 OK。 しっかりと落とした、落とした、一応吸ったよね、一応吸った、どれ、はい、一応吸りました、はい、何2個もらい、え、もらい、もらいかな、これはもらいですね、どうぞ何、新品、新品、え、待って、新品ですか、あー、吸ったらそのままプレゼント、プレゼントね、どうぞ、あ、嘘、本当自分の感覚的にはカリっていうのもあったけど、ガリみたいな、あ、ちょっとカリじゃなくてガリっていう重めの感触ね、うん、感じれた、はい、ガリカリおめでとうございます、おめでとうございますおめでとうございます。今日の2022年の最初のトップガンはこの方です。このために1ヶ月、ひしこいてスクワットしました。心を外側に見せる、この方です。来た来た、あ、間違え、間違え最初のトップガン、交際決定でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はですね、 ZX-R250 4気筒の方で、はい、厚膝すりは達成しましたね。膝すり達成しましたよ。はい、どうですか、自分の乗ってる愛車と、比べて難しかったですか。いや、難しいも何も何より、こかさないって大前提があるので
もうね、慎重に慎重に走ってたつもりです、うん、本当にサーキット走行を使ってみてどうですか、はい、あ、なんか思ってたよりギクシャクあんましなかった。あ、そうね、最初、うん、そう、最初こそ本当に、うん、何速、2速、1速、2速、1速、うん、どうしようかなって思いながら走ってたんですけど、うん、なんか結局ずっと1速で回転数ザーンって上げて走ってた方のが割と安定した。そう、うん、もともと30年以上前にこのレーサーレプリカっていうのが流行ってからみんなサーキットにどんどん行くようになった。やっぱりね、やっぱりどうしてもサーキット寄りのマシンになっちゃうので、逆にサーキットに持ち込むと楽しいマシン。確かに。でやっぱり上回したくなるじゃない。回したくなりますね。もう立ち上がった時にファーンって上がっていくのがもうたまらなく楽しいですよ。そう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 、これね、上を回したくなるんで、やっぱりサーキットに持ち込んだ方が楽しいっていうので、レーサーレプリカという時代があった時に、はい、やっぱみんなサーキットにどんどん行くようになったんですね。一時ちょっとね間が空いたけど、はい、またねこうやってサーキットに行く人たちが増えていく、うん、まあ、きっかけにもなったのでね、はい、まあ、その代表例として今回 ZXR250 でね、はい、楽しんでいただきました。このマシンね、あのウィズミで一応売ってるので、はい、売ってるので、もしね本当に大事にしてくれる人がいたら、ぜひお問い合わせをいただければ。そう、本当に大事にしてくれる人が。そうですね。でも大事に綺麗に乗ったら楽しいでしょ、これめちゃくちゃ楽しいですよ、ね、なんて言ったって今すこぶる調子いいですからね。そうそうということで、はい、今日は、はい、まあ、一日楽しんでいただきました。そうですね、はい、また今日、うん、転倒なかったんですよ。無転倒だったね。無転倒だった、ね、やっぱり朝からタイヤの温めしっかりしてくださいねっていう運営側のね、うんうん、言葉が響いたのか、うん、無転倒で安全に終わることができました、ね、はい、タイヤの温めすごく今日理解できたでしょ。あ、そう、すごい理解できた、ね、うん、実際にやっぱ自分で手で触ってみてこうだよああだよって言われると、うん、なんかその後も別に触らなくても、あ、このくらいで多分温まったかな、よし、こうみたいな。一回もやったことがないと、はい、全然一向に身につかないんだけど、うん、ああいうのやっておくとね、やっぱり次から安心感がだいぶ違うからね、うん、はい、ということでまたぜひ楽しみましょうね、はい、次回のひたすりキャンプここに出ております。はい、実際次回のひたすりキャンプも皆さん来てください。まあ、今回もね、関西の方のお住まいの方が関東の方でひたすりキャンプを来てくれたということなの で、はい、で、はい、今回、あの、次関東組がもう行くって言ってるからね、うん、はい、そう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 、もうね、トップガン絶対撮りたいから関西も行くっていう方がいらっしゃるので、ぜひ皆さんもお待ちしております。はい、はい、このマシンの問い合わせも詳細欄に書いておきますので、はい、お待ちしております。それでは以上、今日はこれにて解散。さあ、さあ、今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会のご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。